スギちゃんが行くプレゼンテッドバイジャガー&ローバージャパン、藤田ひろゆき大人の流儀。普段から藤田さんが愛用しているレンジローバーで横浜ドライブ、その模様をちょっとだけお見せしちゃいます。藤田さんってなんかこう中年の星とか遅咲きとか言われてますけど、うんうん、僕の中では、うん、いやいや咲き続けてると思ってるんですよ。その辺ってこうなんかギャップあります？ギャップはねすごいありますよ。その中年の星とか、うん、まあ、若手に負けるなとかね言われるんだけど、うん、それが理解ができないというか、はいはいはい、自分はずっとね、うん、今そのツアーというところの試合で、うん、ステージで、うん、もう若い頃から今も変わらずやるべきことをこうやってるわけじゃないですか、うん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 、だけどその年齢的なところのそのなんだろう辛い部分っていうのはね、うん、そういうのを感じるんだけど、うん、でもそれは言ってられないから、うん、そこの一戦で戦うためにそんなのは取っ払って、うん、はい、戦うしかないと、うん、だからそこには若手もその中年も何にもないわけで、うん、とにかくゴルフでその優勝するだとか、はい、夢を追いかけるっていう形は変わらないから、うん、それをずっとやってるんで、うん、番組本編は8月放送予定。お楽しみに。